大河君はキャーと大声で泣き続け、必死に助けてあげてと訴えている。義士が怪しい、落ち着いたところで大河君は泣いた理由を話してくれた。ママ、ママを守ってあげて。うん、わかった。何から守ればいい？エンマ邪魔。え？嘘つくと、嘘つくと、エンマ邪魔に舌取られちゃうでしょ。ママ嘘ついたの。だから、守って。大河君はそう言い終えると、涙をこぼし、義士にしがみついた。そして一斉に疑惑の目が義母に向いた。私は千春。夫の雄太と結婚して半年、それなりに穏やかな生活を送っている。新婚だし、それなりとは違和感を覚えるところだと思うが、それは意地の悪い義母の存在が原因だ。私と夫は大学の同級生で、その頃からの付き合いだ。地方から出てきた彼だったが、あまり実家への帰省はしなかった。大抵夏休みや長期の休みになれば実家へ戻るものだと思っていたが、彼はそれに当てはまらない。何気なく理由を尋ねると、母親との折り合いが悪いと話してくれた。何でも物心ついた時から母親のある行動に嫌悪感を持っていたという。それは彼女のリーダーシップの取り方なのだそうだ。中学生までは学校行事で保護者が顔を合わせることが何かと多い。そんな中、義母はいつも輪の中心にいたという。そして顔を歪ませ噂話に夢中。私は思ってないんだけどね、などと言いながら人に対して否定的な発言をしていたそうだ。夫はそれが嫌で嫌でたまらなかったと話してくれた。それに加え、夫を捕まえては愚痴のオンパレード。夫は愚痴のはけ口とされることを嫌がり、あまり実家へ帰らなくなったとのことだ。結婚前までは話を聞いていただけだったし、女性特有の会話というものが好きではないのかと思っていたのだが、結婚の挨拶で彼女に初めて会った時、夫の言っていることを理解することができた。二人は大学で出会ったのよね。はい、そうです。女の子なのに理系なんて珍しいわね。そうですね、学科にも私含め4人しかいなかったですね。あら、やっぱりそうなの。私はね、文学部出身なのだけれど、文系はね、華やかな子が多くてね、とてもおしゃれさんの集まりなのよ。確かに文系の子たちは可愛くておしゃれさんが多いですよね。そのって、理系の女の子はジーンズに T シャツでしょ。男勝りな子が多いのかしらね。すごい当たってます。私もそっちタイプです。私は義母と話に花が咲いたと思っていたのだが、なぜか変な空気が流れている。もうそのくらいでいいだろ、その話は。え？あ、うん。ちーちゃんに言ったんじゃない、母さんだよ。あら、私何か悪いこと言った？夫はムッとした表情をしているが、義母は涼しい顔をしている。私的にこの会話のどこに問題があったのか、その時はわからなかった。しかし夫から帰りがけに謝罪を受け、全てを理解することになるのだ。母さんがごめん。え？何が？いや、ほら、マウント取ってたでしょ。え？いつ？理系文系の女の子の話の時。まあそれだけじゃないけど。ああ、そういえばあの時ちょっと空気変だったよね。でもマウントなんて思わなかったけどな。俺、ちーちゃんのそういうとこ大好きだよ。ただ母親が増長しないように分かっておいてほしい。俺は文系の子イコールおしゃれと、理系の子イコール男勝りは反対語だと思ってる。だからおしゃれの反対語はダサい。男勝りの反対語はおしとやかを意味すると思う。そうかも。あ、私ダサいって言われてたのか。ごめん、全然そこまで考えが及ばなかった。でも分かった、これがゆうちゃんの言ってたお母さんの嫌なとこってことだね。これからはお母さんにエンジンがかかる前に軽く流すことにするよ。夫との結婚で不安要素はただ一人、この義母だった。だけど独身時代からあまり帰省しない夫だし、夫自身は母親と距離を置くことを望んでいる。その結果、結婚しても問題ないと結婚へ踏み切った。結婚後も夫は実家へ帰省していない。半年経った今も大きな問題があるわけではない。唯一の問題といえば義母の電話が長いことだ。
彼女は私に電話をかけてきては、ご近所さんのあれこれを話す。その内容は全て否定的なものだ。世の中には悪人の方が圧倒的に少ない。しかし、悪人に包囲されているかのような口ぶりだ。そして私はその会話に全く同意できないでいる。そうですか、しか返せないのである。そんな電話が週2回ほどかかってくるのだ。時間にしたら大体1回の電話が2時間弱といったところだ。全く賛同できない話を延々と聞かされ、正直気がめいっていた。なんか最近疲れてるみたいだけど大丈夫？帰宅した夫は私の顔を覗き込んだ。うん、大丈夫だよ。そうかな。なんかあった？何でも話してね。何でも？うん、何でも。夫婦なんだから。私が夫にこれまでのことを話すと、すぐさま私に謝罪した。気がつかなくてごめん。ゆうちゃんは悪くないよ。いや、俺の責任だ。まさか電話してきてるだなんて思いもしなかった。本当にごめん。俺がちゃんと対処するから、もうちーちゃんは母親からの電話無視して、着信拒否設定にしていいからね。夫はそう言ってくれたが、さすがに着信拒否にはしなかった。しかし、夫がうまく取りなしてくれたのか、それ以降、義母から電話がかかってくることはなくなった。そんな時、義姉に2人目の赤ちゃんが誕生したと連絡を受けた。義実家でお祝いをするから参加してほしいというものだ。結婚後初めての義実家帰省だが、夫はのっけから乗り気ではないようだった。お祝いを送るだけじゃダメか。ああ、難しいところだよね。それでもいいとは思うけど、お姉さん的にはやっぱり大勢で祝ってほしいんじゃないかな。大河くんの時はどうしたの？大河くんは4歳になる義姉夫婦に誕生した第一子である。みんなで集まったね。ああ、そっか。じゃあ同じようにお祝いしてあげた方がいいかもね。そうだよな。極力自分の実家に帰りたくない夫だったが、これは新たに誕生した甥っ子のためだ。夫もそう自分に言い聞かせ、お祝いに参加することを決めた。いざ義実家へ向かうと、義両親は義姉の第二子にメロメロだ。温かい空気がリビングを包んでいる。産後1ヶ月の義姉を気遣い、私はせっせと義母の手伝いをした。料理を並べ、ワイワイといい雰囲気で食事を楽しむことができた。食事を終えると、また新生児のもとへわらわらと集まっていく。そんな微笑ましい光景を見ながら食器をシンクへ運ぶ。夫も私のフォローに回り、スムーズに後片付けを終わらせることができた。そして夫も赤ちゃんのほっぺをツンツンしながら、可愛いを連発していた。やっぱり来てよかったな。そんなことを思い、席を立ちトイレに入ろうとすると、後ろからバンと扉を閉められた。驚いて振り返ると、そこには義母が立っている。お母さん、どうかなさいました？使わないで。はい。他人は使用禁止よ。え？そうね、他人のあなたは外で用を出しなさい。外で、わかりました。コンビニって近くにありましたっけ？あら、ここは田舎よ。近くにはないわね。そうですか。じゃあお風呂を借りますね。は？さすがに私も人間なので、外で用を足すというのは自尊心に傷がつきますので、お風呂ならまだマシかな、なんて。昔お風呂でやっちゃって父親に叱られたことがあるんですけど、多めに見てくださいね。私がトイレの隣にあるお風呂場の扉を開けようとすると、義母が必死の抵抗を見せた。あなた何考えてるの？大丈夫ですよ、トイレもお風呂も変わらないですって。そういう問題じゃないわよ、手を離しなさい。義母の大きな声がリビングまで届いたのか、慌ててやってきたのは夫だ。母さん、ちーちゃんに何してんだよ。あ、ゆうちゃん、あのね、お母さんがトイレ。私は何もしてないわ。え？私は何もしてないわよ。みんなで和気あいあいとしてる中、千春さんが空気を読まずにお風呂掃除を始めようとしていたから、それを止めていただけよ。へえ。じゃあトイレ使っていいですか？あなた何を言ってるの？いいに決まってるじゃない。いや、それこっちのセリフ。使っちゃダメと言ったり、使っていいと言ってみたり、どっちなんだって話だ。そんな中、いきなり大きな声で泣き出したのは大河くんだった。
彼はいつからそこにいたのか、夫の来た方向ではない玄関先で泣いている。その声に驚いた義士夫婦と義父までもがトイレの前に集結している。わーわがわーわが、これは子供のいない私でもわかる本気泣きだ。義士が慰めるがどうにも収まらない。わー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 で、これはまずい状況だ。バーバを守ってイコール私悪者。これはいくら鈍感だと言われることの多い私でもわかる構図だ。私は特に悪いことなど何もしていないのだが、この状況でそれを証明することはとても難しい。そして義母もそのチャンスを見逃さなかった。タイちゃん、バーバを守ってくれようとしてくれたんだね。タイちゃんは優しい子だね。ありがとう。まったく、千春さん、空気をちゃんと読みなさい。団らん中に一人はみ出してお風呂掃除をしようとするなんて仲間意識に欠けるわね。しかし大河くんはキャーと大声で泣き続け、必死に助けてあげてと訴えている。義士が怪しい、落ち着いたところで大河くんは泣いた理由を話してくれた。バーバ、バーバを守ってあげて。うん、わかった。何から守ればいい？エンマ邪魔。え？嘘つくと、嘘つくとエンマ邪魔に舌取られちゃうでしょ。ママ嘘ついたの。だから守って。タイガ君はそう言い終えると涙をこぼし義士にしがみついた。そして一斉に疑惑の目が義母に向いた。タイガ君大丈夫だよ。バーバがおばちゃんに他人はトイレ使うなって言ったんだよね。で、お外へ行きなさいって言われて、おばちゃんがお風呂でするって言ったんだよね。バーバちゃんと本当のこと言うから大丈夫だよ。エンマ様には連れて行かれないから大丈夫。ねえ、お母さん。タイちゃん、バーバそんなこと言ったかしら。言ったよ。そう、覚えてないけれど、言ったとしたならごめんね、タイちゃん。バーバ認めるわ。義士は二人の子供を義士夫に託し、2階へ上がっていてくれと指示した。そして三人が2階へ上がったところを見届けると、ギロリと義母をにらみつけた。言い訳とか、最悪。っていうか、チャールちゃんになんてこと言ったの。前々から根性悪いとは思ってたけど、子供のことは可愛がってくれてたから、目をつむってたけど、マジでないわ。もうここへは来ないから、そのつもりで。ちょっと待って。義士は私に頭を下げると、そそくさと荷物をまとめ、家族を引き連れ義実家を出て行った。俺らももうここへは来ない。その前に謝れよ。謝る必要なんてあるかしらね。はあ、だって他人じゃない。私からの電話が迷惑だったんでしょ。当たり前だろ。人の悪口しか言わないあんたの電話を誰が取りたいと思うかよ。悪口なんて言ってないわよ。もういっそのこと本当にエンマに連れて行かれないかな、こいつ。ゆうた、あんたもいい気になってんじゃないよ。チャールさんとは紙切れ一枚でつながってる他人だろ。結婚したばかりで嫁の肩ばかり持つなんて情けない。ゆうたさんはそういうわけでは。他人は黙ってなさいよ。だいたい人の家のお風呂で何考えてんのよ。それはお母さんがトイレを使うなって言うから仕方なく。外へ行けと言ったでしょ。だからそれはさすがにできないですって。チャールさん、妻の比例、私が詫びよ。申し訳なかったね。お父さんが悪いわけでは。いや、私が妻を増長させた。今まで目をつぶりすぎていたようだ。君も今日からうちのトイレは使用禁止だ。あなた、何を言い出すの。私と君も紙切れ一枚でつながった赤の他人だ。ここは私名義の家だ。他人の君にトイレを使わせるわけにはいかないね。何を言うのよ。私たちは何十年と。年月など関係ない。夫婦になったその日からお互いに支え合うものだろう。ユタはそれをきちんと果たしただけだ。妻を思う、いい息子に育ったじゃないか。千春さんだっていい子じゃないか。人の嫌味を嫌味とも思わない子だ。そんな素直な子に君はなんて卑劣なことをしてるんだ。私は情けないよ。その後、義父から促され、私と夫も義士夫婦同様帰宅した。そしてこれが義母を見た最後だった。なぜなら義父と義母は離婚したから。
夫曰く義父は孫の心を深く傷つけたこと、口を開けば人をけなすことしかしない義母に愛想が尽きたという。義母はエンマ様のところへ連れて行かれることはなかったが、義父に役所へ連れて行かれたそうだ。見えっ張りの義母は役所で騒ぐことはなく静かにサインしたと聞く。証人は義士と夫だったとのことで、二人とも離婚に異論はなかったと言っていた。義父はきちんと財産を二分割し義母に渡したそうだ。60を超えた熟年離婚、義母は自分の実家へ戻ったと聞いている。義母は孫に会いたいと懇願したようだが、それも今のところかなっていない。義士は子供はいい大人に囲まれて育つべきだと義母に会わせないことを決めたそうだ。まあそうだよね。悪口ばかり言う大人が自分の大切な子供の周りにいることは避けたいだろう。義士と夫はそういった環境で育ってきたし、嫌な思いもたくさんしてきたのかもしれない。義母が義実家を出てからというもの、私の生活はかなり穏やかだ。義実家にもちょこちょこ顔を出すようになった。一人暮らしになった義父のことが心配だったが、それは義士夫婦も考えていたことで、彼らも義実家へ頻繁に顔を出していると聞く。元義母を守ろうとした大河君はてっきりおばあちゃん子だと思っていたが、どうやらそうではなかったらしい。ただただエンマ様に連れ去られてしまうであろう人を助けようとしただけ。普段から彼は義父にべったりのおじいちゃん子だったという。あれから3ヶ月、私は妊娠中だ。子供にはいい環境を提供してあげたいものだ。言霊はいずれ自分に返ってくる言葉ですから、否定的な発言は避けた方がいいかもしれませんね。常に心穏やかでありたいですね。千春さん、ご解任おめでとうございます。健やかな日々をお過ごしください。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。